今回は、スケットダンスをイッチゴッチの影響でまんまと呼んでしまったに対する反応集です。それではどうぞ。もしかしてこの漫画めちゃくちゃ面白い？面白いぞ。全部で32巻はだけじゃないぞ。笑って泣ける青春ギャグ漫画。ことあるごとに言われてるけど気老司会外れなさすぎ。みんなはどれやってみたい？俺はヒペリオン。壊れてしまった特別なマリコのエンディングみたい。ファルケン一択だわ。おおむね好きだけど修学旅行編でちょっと離れたわ。好きな話はガチャレンコかい。着ぐるみ着て倉庫から脱出する回がめっちゃ好きだったな。着ぐるみ越しとはいえ主人公に腕を燃やされるヒロインは姫子くらいよ。変な奴が出てきて変なことさせられる回は大体面白い。田辺くん回がとてもおすすめなんだ。双子初の共同作業の姿か？これが。いいよね、ウィッチウォッチで小ネタとして、ちゃんと書かれた宿コーラス部全国合唱コンクール出場。ロマンは普通に見えてくるくらいすごい奴らしか出てこない。むしろ追加されるまである。シリアスが重かったり生々しくてうってなる人がいるのもわかるんだけど、でも伏線の仕込みが巧妙で面白いし、割と熱血でまっすぐ解決していく姿勢もやっぱ好きなんだよな。修学旅行編のストーリーテラーズリは一周回ってツボにはまったよ。ふふ、令和にスケダンを語れて新規さんも入ってくれてるのがとても嬉しい。俺は逆にスケダンからウィッチウォッチを読んだもの、監視の10倍速と生徒会で大爆笑して今後も読むことを決定した。双子会は神。単行本キャラ紹介のボッスンが変顔しかしてないって言われて初めて気づいた。こんなん笑う。このジャンルで累計発行部数1400万部超えてる。結構すげえ漫画。あの頃のジャンプで6年連載やったのもなかなか。ボッスンが無駄に器用な回狂わしいほど好き。焦点のオップ効果回とジェイソン先生の回、あとはクマルゲー回でめちゃくちゃ笑った思い出。こち亀とかみたいにコンビニコミックで1話完結のギャグ回詰め合わせを売ってほしい。アニメもかなり長い間ちゃんとやってたよな。スケット団が生徒会や放送部、新聞部にアホな同好会の数々と交友関係あったり、作者は高校生活を健全に楽しんでたんだなと感じる。あまり刺さらない人は、学校が好きじゃない人が多かったんじゃないかな。どっちかというとシリアス展開の中で細かいところに目がいっちゃった人が楽しめてなかった印象。スケットダンスは子供にも勧めて大ファンにさせたレベルで好きなんだが、ボッスン過去編の強引さはどうにも好きになれないから友人の人の気持ちわかるわ。ボッスンと椿が双子だというネタありきでシナリオ構築してるけど、夫婦それぞれの事故の顛末や後始末、椿両親の法的に罰せられるレベルでのやらかしを、良い話風に仕立て上げてるのが納得できない。タバコの闇みたいな目をした悪態をつく深夜ラジオみたいな漫画を描いてる人の愚痴はやめろ。スイッチオフは救えないけど、ミスリードと伏線張りの上手さが好き。探偵漫画描けるじゃないこの作者。スイッチオンが遠すぎる。校舎のガラスを野球ボールで割っていく犯人を追う回も評価高いね。正直なんか花についてあまり好きじゃなかったアストラもスケダンの人の新作かくらいで期待してなかったけど、読んだら個人的にめちゃくちゃ面白くて単行本揃えた。そうはならんやろ、矢印なっとるやろ、害が連発する漫画。学園ものの漫画では長編になりがちな体育祭を風で休んでこれなかった姫子が写真を見てツッコミを入れて1話で終わらせたのは天才だと思う。ベロケン CM 回は傑作。終盤の畳みかけで単行本閉じてからも10分くらい笑いが止まらんかったな。俺もゲスリング部に入りたい。一つの事項を解決しようとしたらどんどん状況が悪化していって収拾がつかなくなる話全部好き。散髪、田辺くん、校長の像、椿の漫画、フィギュア、ケーキどれも好きだわ。あとなんかあるっけ。おそらくまだパイスラッシュという言葉が生まれてなかった時代にと表してたのみて爆笑した。前編通して大好きなんだけど、ここで上がってる意見は肯定的なのも否定的なのも全部理解できる。最近読み直すと女の子みんな健全な色気あって良いねってなりますね。特にキャプテン。去年、マイブロークンマリコのタイトルをどこかしらで目にするたびに壊れてしまった特別なマリコを思い出したよ。多分シリアスな映画なんだろうな、と思いつつ。
マリコは当時ゲラゲラ笑って、人生で初めて単行本を買ったわ。リアルタイム時に校長の銅像の落書き消す会で呼吸困難になるくらい笑った記憶がある。藤崎バレンシア狂おしいほど好き。ベロキャン CM 会で払いたくなるほど笑った。壊れてしまった特別なマリコの会で腹抱えて笑ったなぁ。コンビニで立ち読みだったのに。伝説の巻すべて表紙でネタバレされてるのに何もかも理解できない。組体操以外全部主人公なの。草サイモンとマガーファンクル好き。これ漫画道とサイモンガーファンクルをかけてるわけだけど、あと多分すべてが F になるから名前取ってるよね。西川と誠語って透明人間の回めちゃっちゃ好き。個人的には10巻台前半に特に好きな話が多いな。シリアスも嫌いじゃないけど、それが一段落してはっちゃけてて良いんだ。個人的にシリアスネタをギャグに昇華する時の面白さが独特で好きだな。兄弟判明してから1話挟んですぐにアホな顔させた椿にカツラかぶせてマジで似てるじゃん、クソウケるとかやったり。スイッチでも透明人間界でランへの決意表明をネタにしてるな。でもスイッチ弟だったりウルガー兄だったり、デリケートなところはシリアス以外で一切触れないのはバランス感覚いいと思う。うる覚えだけど演劇か何かの話でボッスンが指輪出すところでアンソニー出して、姫子がなんでアンソニーやねんって突っ込むところで死ぬほど笑った記憶がある。萩原みどり、荻原みどり、萩原縁、荻原縁と似たような名前の人が次々と来てこんがらがる回でゲラゲラ笑った。ジェイソン先生のお見合いにメールで指示出す回好き。スケダンアストラウィッチと篠原作品は原作いつの間にか追ってるな。ウィッチも好調だし、これもアニメ化したらすごいな。それまで面白いなぁ程度だったけど、ボッスンと椿の双子判明で一気に持ってかれた。好きなのは合コン会と校長の胸像の落書き消そうとする会、マジで腹抱えて笑った。冒頭に山野辺先生が出てくればその会は絶対に面白いのが担保されてると思ってしまう。ロマン会に外れなし。スレガのスイッチよく見ると謎ポーズで受けるな。ロマンのあの絵柄って漫画家さんが描こうとすると逆に難しそうだからすげえなって毎回思ってた。どんどん可愛くなる椿好き。スイッチの描いたボッスンがランクインする回好き。久々に読み返すとロマンが無法すぎてやべえなこいつってなる。こいつ一人で全部持ってく。スイッチの過去は重すぎてなかなか読み返せないが、リアルタイムでここ読んだ時はマジで涙湧いた。ああ話すなってなんとなく察するけど、まず第一声がこのセリフで本当に喋ったっていうのでもう涙腺崩壊。その後、身人で泣き笑いで抱き合ってるところでもうやばいよね。文庫版のカラー表紙でファンみんな泣いたろ、あれはずるい。なんならもうすでに涙腺に来てる。アストラで篠原先生に対する評価や風向きの流れ確実に変わったよな。ゴリソラチ先生の弟子という認識から篠原先生へと切り替わったかなというのは感じる。スケダンはどうしても銀玉の2番戦時呼ばわりも多かったからな。そういうわかりやすい競合がいて、しかもそれが先達で師匠なの。2000万部以上売れて6年も生き残ったのもしかしてめちゃくちゃすごくない？もしウィッチアニメ化したら3作連続アニメ化？すごい。スレンダーのガチャポン集める怪物、ココアブラウンサスペンダーとかジェットストリームアンソニーとか。うろ覚えだけどコミックのキャラ紹介で毎回ボッスンが変化をしてたの好きだったな。ボッスンが妹にしろ弟にしろ兄弟のことをなんだかんだ大切に思って可愛がってるところ好き。モンハン界が好き。シンプルにギャグが面白い上で双子の描写がいい。小田倉くん好き。学校に復帰してきたスイッチに周りがざわつく中、何も深掘りせず真っ先に話しかけたところで一気に株が上がった。あのシーンでは、スイッチにとって小田倉くんはただのオタク仲間じゃないんだなって感じた。とってもいいシーンだと思う。部室から一歩も出ずに団員3人アルファでアホする怪物。個人的に一番好きなやりとりがうろ覚えなんだけど、なんかの山野辺先生の回でルール説明してるときこの辺の設定が適当なのなんで、なん矢印作者が力尽きたんだろっていうすっげーメタなツッコミ。コマちゃんに吹っ飛ばされてボッスンの体に恐怖が刻み込まれるシーン好き。当時読んでた子供が大人になってきたからか、プラスの空気で語れる機会が爆増してて嬉しいわ。
スケダン読んでる時は作者むしろ絵うまい方だと思っていたけど、イッチボッチ読んでから過去作読むとさらに画力が進化してるのが分かってすごい。この頃の少年漫画が一番好きだったな。ボッスンスライムは追放要素もあったな。復習には失敗するけど、今回の反応集は以上です。ご視聴ありがとうございました。